肉離れとかするときには細胞そのものが壊れるんじゃなくて、その接着剤が破れてしまう、脱水している、水分が不足していると皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は筋肥大をしているときにやってはいけないことについてお話したいと思います。まずトレーニングについてなんですけれども、一番いけないのはやっぱり怪我をしてしまうこと。じゃあどういう時に怪我をしてしまうかと言いますと、一部のところに疲れが溜まりやすいということなんですね。例えば普通にトレーニングしてもすごくヘビーにやると怪我をしそうですけれども、実はそうではないです。ヘビーにやってる時よりもむしろ軽くやってる時、ひょいひょいやってる時に怪我をしてしまうことがあります。私自身もですね、スクワットを60キロでアップしている時にいきなりぎっくり腰やったこともあります。そういう時ってですね、軽いディーラーでひょいひょいやってる時って腹圧が抜けてるんです。腹圧が抜けた状態でひょいひょいやってしまいますと、思わぬストレスがかかってしまうということがあります。そしてそのような状態でですね、しっかり腹圧をかけていれば逆にヘビーウェイトでも大丈夫なんですけれども、力を抜いてしまうと、今は腹圧の例で腰の怪我のことをお話ししましたけれども、例えば他の種目でもですね、ベンチプレスとかでもすごくいい加減にやっていて軌道がちょっとブレてしまう、そうするといきなり肩やってしまうことがあります。ちゃんとこのように肩甲骨を加勢してやっていれば大丈夫なところが、ちょっと適当にやっていてこんな風にやってしまうと、その時にいきなり肩やってしまうということがとても多かったりするんですね。あと首も意外に痛みやすいです。他のところもですね、力を入れていて首に変に力が入ったりとか、やっている時にちょっとこうよそ見をしたりして、首に変なストレスがかかるとまた痛めてしまうというようなことがあったりしますので、トレーニングをしている時にはたとえ軽い重量であってもフォームをおろそかにしないということが大事になってきます。そしてもう一つは、一つのところにストレスをためない。同じトレーニングばっかりやっていると筋肉は同じところにストレスがいきますけれども、関節にも同じストレスがいきます。例えばベンチプレスばっかりでやっていると大胸筋とか肩とか腕にも十分刺激はいきますけれども、肩の関節、肘の関節、手首の関節、そうした関節にもずっと同じことをやっていると同じストレスが加わってしまうんですね。筋肉だったら回復するんですけれども、関節にずっと同じストレスを与えるということはなかなか回復が起こらないということがあります。その意味からでもですね、ずっと同じ種目ばっかりやってるというのは怪我を引き起こしてしまう可能性がある。ですのでそのためにもですね、時々種目を変えたり、フリーウェイトをずっとやってたらマシンにしたりとか、そういう感じでバリエーションを与えていくということが大事になってきます。次に食事なんですけれども、食事というよりはまず水分ですね。水が足りないと一番いけないです。細胞外マトリックスという言葉があるんですけれども、これは人間の体36兆個ぐらいの細胞から作られていると言われてます。で、ただ細胞が普通にあってもバラバラになっちゃいますから、細胞同士をくっつける接着剤が必要なんですね。細胞同士の間にあるセメント、それを細胞外マトリックスと言います。肉離れとかするときには細胞そのものが壊れるんじゃなくて、その接着剤が破れてしまうということがあるんですね。脱水している、水分が不足しているとそれが起こりやすい、細胞外マトリックスが壊れてしまいやすいということがあります。特にこれから冬の時期なんですけれども、夏は喉が渇いて自然にどんどん水を飲むんですが、冬ってですね、なかなか喉が渇かないので脱水していることに気づかないことがとても多いです。トレーニング中EA9 飲んでらっしゃる方多いと思うんですけれども、冬になってくるとあんまりトレーニング中のドリンクも飲まなくなってしまうということがありますので、意識的に水を飲む、喉が渇く前にちゃんと水分を取るというようにして、怪我を防ぐようにしてください。やっぱり栄養の問題で言いますと、コラーゲンが大事ですので、しっかりとビタミン C を取るということが大事になってきます。ビタミン C、いろんな作用があるんですけれども、免疫強化の働きと、あとコラーゲン合成、その2つがとても大きな働きになってきます。で、これから冬になってきて、もちろんコロナの問題もありますけれども、風邪の時なんかでウイルスが入ってくると、そちらの方に免疫が使われる。ということは、ビタミン C がより消費されるということです。ビタミン C が免疫の方に消費されると、コラーゲンの方に行かないです。つまり、怪我をしやすい、ビタミン C が不足しやすいということがありますので、ビタミン C もしっかり取っておく。これを気をつけるようにしてください。
やっぱり休養ですね。休養を取ることがとても大事なんですけれども、そのためにはしっかりと横になるようにする必要があります。普通にですね、人間がこう立っていると、血液っていうのは足の裏から頭まで持ってこなければいけません。足の裏から頭まで持ってくるっていうのはもうすごく心臓に負担がかかるんですね。でも横になってる時っていうと、もう心臓から本当に10センチとか20センチとか、ちょっと上まで上げればいいだけ。ですので心臓への負担とても楽になります。立っている時というのは足にとても血液がいっています。でも横になった時って足にそんなに血液やらなくていいんですね。となると残りの血液は内臓の方に行ってくれます。そして回復が促進されるということにもなりますので、できるだけ疲れている時は横になるというようにしますと怪我の危険性もなくなってくると思います。そしてもう一つ、やっぱりストレスをなくすことが大事です。完全になくしてしまうと逆にストレスに弱くなってしまうんですけれども、ある程度ストレスが溜まってくるとどうしても体はですね、それに抵抗しようとして、まあ最近だと副腎疲労っていう言葉が結構言われたりしますけれども、ストレスに対抗できなくなってしまいます。そうなりますと、まあ筋肉の回復も遅れてしまう、筋肉も発達しなくなるということがありますので、できるだけストレスを避ける、それが大事になってきます。まあストレスを避けるといってもなかなか難しいとは思うんですけれども、例えば、自分の嫌なことを言ってる人がいたらその人からちょっと距離を取るとかですね、まあ女の子とうまくいかなくなったら新しい女の子を見つけるとか、そのようなですね、いろいろな対策を取ることによって、竹坂さんよりもうまく筋肉をつけることができるようになるかもしれないです。できるだけストレスを避けるようにしてですね、特に女性関係とても、強いストレスが、与えられてしまいますので、そこには気をつけるようにしてください。Q&A の方に移りましょう。筋力は順調に上がっているのですが、筋肥大があまりできていない気がします。筋肥大と筋力向上を交互にしているのですが、どうしてでしょうか。まあ、これ交互にしているというのは多分筋肥大のトレーニングと筋力向上のトレーニングを交互にやっているということだと思うんですけれども、もともとですね、筋力の伸びの方が早いです。これはなぜかと言いますと、神経系の適応が起こるんですね。まず、神経系の適応が起こって、その後筋肉の量がついてくるという流れになりますので、筋力が先に伸びるというのは決して悪いことではないです。まあ、逆に言うと筋力が全然伸びないで筋肥大が起こるということもあんまりないというわけですね。ですので筋力が伸びているのは全然問題ないです。ただ一つ、別の問題があって、筋力が実は伸びていないという可能性もあります。どういうことかと言いますと、フォームが崩れてるんですね。例えばスクワットが100キロだったのが120キロ130キロできるようになった、筋力が伸びてるというように思っていたけれども、実はよく見たらしゃがみが浅かったということもとても多いです。ですので本当に筋力が伸びているかどうかということは、ちゃんとフォームをチェックしてですね、確認する必要があります。でも、同じフォームでちゃんと筋力が伸びているのであれば、筋肥大必ず後からついてきますので、それは心配しないでよいかと思います。今回は筋肥大のためにやってはいけないこと、そして筋力と筋肥大の関係についてお話しいたしました。面白かった、興味が持てたという方は、ぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。そしていただいたご質問の中からピックアップして、Q&A の方でお答えしていきますので、疑問がありましたら、気軽にコメントを入れていただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。